こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、銀行業務に物申すということで3つちょっとね、お問い合わせをしたいと思います。一応今ね、いくつかの銀行に行ってきて、あ、これは共通してるなっていうところを、まあ長い期間かけてね、まとめたものがあるんですよ。一つはですね、 ATM に最近現金袋置いてないんですよ。どういうこっちゃみたいなことでございます。多分これ聞くとコロナがどうとか言うんでしょうけども、でも他のチラシはね、満々に置いてるわけですよ。で、電卓もボールペンも、それからその他ね、老眼鏡とかも消毒もせずに使い回しっぱなしですよ。どういうことなんだってことですよね。で、二つ目が、その窓口の処理が遅すぎるね。これ以前はなかったんでしょうけど、人を減らしたんですかね。でもテクノロジーが進化してきて、人間を整理しても機械がその分ね、爆速で処理してくれるはずなんですよ。なのに機械も大したパフォーマンス出さないし、窓口の人材もちょっと処理が遅いっていうのは、これは一体どういうことなのかなと。まあやってる方はね、これは時間かかってしょうがないんだって言いますけども、あくまで顧客目線でやっぱり考えないといけないですからね。ああ、もうあまりにもね、遅くなったんじゃないかなと思います。ずっと私もね、同じ銀行ずっと使ってるんですけども、以前はこんなに待たされなかったってことが頻繁に起きてきております。3つ目は、法人口座をね、なんでそこまで作らせてくれないんだと、新規参入させない気かってことですよね。じゃあ早速電話をかけてみようかと思います。お電話ありがとうございます。こちらは広島銀行サービスマーケティングセンターです。ご希望のサービス番号を入力してください。音声途中での入力は、商品とかサービスに関してなんで、なお、このお電話は電話応対の品質向上とお問い合わせ内容などの確認のため録音させていただいております。録音するないけど、これ聞き返す人いるんですかね。インターネットバンキング、テレホンバンキングなどに関するお問い合わせは1を、ローンに関するお問い合わせは2を、預金商品、各種キャンペーンなどに関するお問い合わせは3を、その他のお問い合わせや当センターから着信のあったお客様は4を、4ですね。おつなぎいたしますので、繋いでもらえるということで、ありがたいですね。はい。おはようございます。広島銀行ダイレクトマーケティングセンター高橋でございます。おはようございます、高橋さん。あの広島銀行、長い間使わせていただいております。はい、いつもありがとうございます。あの観光事業をやっております久保と申しますけども。久保様、いつもありがとうございます。はい、あの、すいませんけど、今日3つほどね、窓口の方がなかなか取り合ってくれなかったんで、こちらの方に電話かけさせてもらったんですよ。はい、どういうことでしょうか。3つあるんです。1つ目はね、あの、今日も ATM 行ってきたんですけども、はい、あの、袋をね、全然くれなくなっちゃったんですよ。はい、引き出しされた、そうそうそう、現金袋いるじゃないですか、これ絶対。あ、そうです、ね、なんでくれないんですか、これ。あ、ないんですか。はい、でも言ったらくれますよ。あの、窓口などには、うん、あの、もちろん、はい、あの、入れる、あの、袋くださいって言われたら、はい、ことはできるんですけども、はいはい、ATM コーナーなどにはもうご用意はないですね。これレジ袋有料化の影響で、有料で売ってくれるってことです。ああ、だったら、あの、チラシとかをなくしてください。むちゃくちゃあって、あれが邪魔なんですけど。チラシの方でございます。あれはいらないじゃないですか、完全に。全然触られてないのに。あっちの方が無駄じゃないですか。え、久保様。はい。あの、本日3つ希望があるということでしたが、うん、はい、広島銀行に対してのいろいろなご意見ということに。そうですね。はい。それでも結構です。とにかくね、ちょっと声を聞いてもらいたいのが一番なんですよ。はい、そうしますとですね、久保様、うん、はい、私ども広島銀行のお客様相談室というところを設けておりまして、はいはい、お客様からのご意見などを伺うところでございます。はい、あ、はいはい、こちらがあの直接広島銀行につながりますので、はい、お手数ですけども、おかけ直しとなってしまうんですが、あ、はい、待たされそうですか。いや、すぐつながるはずではあるんですね。あ、そうですか。リダイヤルとなっていますので、はい、いただいてもよろしいでしょうか。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、申し訳ございません。はい、では、フリーダイヤルで0120ですね。はい。
164、はい、030、はい、はい、でこちらが広島銀行のお客様相談室、うん、はい、はい、ご意見ご要望など受けたまっている部署でございます。ああそうなんですか、ありがとうございます。はい、あの平日の9時から5時までということになっておりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、すぐかけてみます。すいません、ご案内の方、はい、丁寧に。ああ、いえ、いや、もちろんもちろん、ありがとうございます。はい、はい、どうも失礼します。はい、というところでね、部署を回されましたんで、改めましてかけてみようかと思いますね。お客様相談室っていうのがあるらしいです。品質向上のため録音されるそうなんで、品質向上のためこちらも録画させていただきますということですね。はい、広島銀行お客様相談室の松島でございます。あ、どうも、私あの広島銀行をずっと使わせてもらっています、事業者の久保と申します。はい、お世話になります。お世話になります。この度ね、あのなかなか窓口で聞いていただけないことと、あと先ほどね、はい、あのお問い合わせ番号があったんで電話をしたんですけど、そこでもご対応いただけなかったんで、こちらの方で声だけでも聞いてもらいたいと思いまして、3つ今日はね、あの、はい、要望をお伝えしたく思います。はい、どういうことでございますでしょうか。はい、1つ目はね、 ATM で袋を置いてくれなくなっちゃったのを、あのこれはレジ袋有料化の影響でお金を出したらくれるのかなっていうふうに思ってるんですけども、これはもう完全にくれなくなったってことなんですか。あ、ATM とか両替機には、うん、あの配置はしておりませんけれども、はい、あの窓口の方にお申しをいただければ、はい、必要なあの枚数はあのお渡しをしてるようするようにしております。あ、そうなんでしょうけど、窓口に行くのにまず並んでいかないといけないじゃないですか、はい、さらに ATM で並んで、まあ、窓口なんてもその、はい、案内係がロビーにいればあの お声かけしていただいたらしいんですけども、いや私のようなところではね、案内係さんがいるような銀行はないんですよ。はい、あ、そうですか。うん、だから、はい、それも今日ちょっとお問い合わせしようと思ったんですけども、2点目でね、はい、あの有料とかで行くではなくて、はい、あの、ATM とか両替機とかの下のところに、うん、あの配置するのをあの4月から、はい、あのやめておりまして、はいはい、あの行員の方にお申しいただければ必要な枚数をお渡しするということに、はい、そういうことにちょっと変更させていただいております。あ、なるほどね、はい、はい、あ、事情分かりました。あのそういった告知も、はい、なんか注意書きもどこにもなかったような気がしましたんで、はい、私のちょっと情報不足でした。ちょっと、え、すみません、7月までは掲示をしていたんで、あ、そうだったんですか。それがしていたんですけども、はい、3ヶ月を過ぎましたので、はい、ちょっとあの、撤去させていただいたんですが、あの、まあ、お客様そのようにですね、あの、ご存じない方もいらっしゃるので、はい、大変申し訳ございませんでした。とんでもないです。あの、今、はい、そういうことならもうしょうがないですね。あの、はい、銀行さんが決めたんだったら、こちらで袋を用意して持ってきます。はい、申し訳ございません。じゃあ、あの、2つ目なんですけども、引き続きすいませんけども、はい、ちょっと窓口のね、なんか処理が遅くって、待たされるだけ待たされて、番号が、はい、順番がなかなか来ないんですよ。はい、でも、ね、こっちも待つのただじゃないんで、時は金なりじゃないですけども、いろんなスケジュールがある中に行くわけじゃないですか、はい、特に事業者っていうのは、はい、とてもじゃないけど待ってるだけでいつまで待つか分かんないところに並べないんですよね。で、待つのはしょうがないんですよ。でもね、はい、これなんでこれを言うかっていうと、はい、長年使わせてもらって明らかにすごく遅くなってませんかってことなんですよ。どん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 これ人員を減らしたのか、それとも人材がいなくて付き合い場の人が窓口にいるのか分かりませんけども、とにかくね、こんなに待たされるもんかなっていうふうにだんだんなってきてると私あの感じるんですよ。で、テクノロジーは進化してるんで、長年ご利用いただいている中で、そのように、まあ、あの肌感覚として、まあ、それから実際にそれだけ遅くなってるということでございますね。そうなんですよね。これもだからあの本当に短期間だったらこんなこと言わないんですよ。もう数年の単位でこれは明らかに遅いぞと、帰るほど待たされたことはないぞと思ってるんで、ちょっとね、あのこれも窓口の人に言うとかわいそうじゃないですか。お手続きとしてはどういった手続きなんでございますでしょうか。私は税金を払いたいだけなんで、私の番は回ってきたらすぐに1分ぐらいで終わるんですよ。はい、でもね、並んでらっしゃる方、他の方っていうのは丁寧に対応してるから時間がかかるのかもしれませんけども、はい、でもちょっとこうね、それはわかるんですけども、なんと言いますか、多分空いてる窓口の数を減らしたのかなって気もするんですよ。人員が減っているかもしれないですね。はい、およりましては、はい、だからそうなるとお客さん待たせりゃいいやっていう方針ならそれはもうしょうがないんで我慢して使うしかないんですけども、はい、あまりにもね、これはもしかしたら窓口の人の処理速度もしくはテクノロジーの鈍化がちょっと校内で問題になりつつあるんではなかろうかということで、まあ、あの私一つの意見ですけども、顧客としてはちょっと窓口での
待ちが長すぎて、スーパーはレジの待ちがほとんどなくなったわけなんですよね、はい、自動レジとかのおかげで、はい、なぜかね銀行はねどんどん待つ時間ばっかり増えるんですよ窓口が、はい、うん、これはねなんかもしかしたらお客さんがわがままで引き伸ばしてるかもしれないんで一方的に窓口の人の責任じゃないかもしれませんけども、はい、まあ、ごねる方はなんか上手に帰ってもらうみたいなこととかね、はい、あってもいいのかもしれませんけども、具体的にはどちらの視点でも、いつも久保様がご利用される視点がおしないでございます、はい、春日支店ですね、福山市の春日支店、で今日もちょっとね待ちが長いんで、はい、で番号も全然進まないんで、はい、もう帰ってきちゃったんですよ、はい、うん、ご迷惑します。いやもうこれ待つのはしょうがないんですけども、あまりにもねいつまで待つのか分かんないその待ちの苦痛ってのはありますんで、あと5分ですよとか10分ですよとか30分ですよって分かってれば、はい、病院みたいにちょっと抜けてどっか行くみたいなこともできるんですけども、それもちょっとねないんで、まあ難しいんでしょうけどもね。で今日は特にね、ATM でお金を下ろした後袋がないんで持って歩いてたらこうお金を落としてしまったんですよ、チャリンチャリンと。でそんな拾うのもかっこ悪いからもうそのまんまほっといて帰ってきたんですけども、はい、そのことをねちょっとお金落ちたんで袋を用意してくださいって言おうとしたけども、なんか忙しそうで窓口にこう出てくださってる方もいないんで申し訳ないからそのまんまね言わずに来たんですけども、やっぱこう両替機の下とかに小銭も落ちてるんで、はい、そんな取れないじゃないですか。あ、今黒沢のそういった現金がそうになってるということですか。そうです、まあ、せこい金額なんでそんなわーわー言うことじゃないんですけども、いくら落ちてるのかも分かんないですしね。それは支店運連絡をしてそこはすぐ確認をさせてご連絡させますので。いやそれはいいですよ、なんかせこいじゃないですかそんなね、少なくとも1000円以下なわけですから。朝からその、こうですか、清掃なりそのロビーの確認をするときにそう見つかったときに、はい、それが今久保さんがお申し出された金額と合致すればですね、それは久保さんの落とした落とされたというか、そういった今実際具体的に今お聞きしているので、はいはい、そこはこちらの方から営業の責任者に連絡をして、その久保さん宛てにご連絡させますので。あ、それはいいんですけど金額分かりませんよ。分からない、分からないですよ。小銭が落ちて音は聞いてどっかに行っちゃったんだけども、な別にね、はい、わあ大変だとか言って僕もかっこ悪いじゃないですか、いっぱい人がいる中で。だから涼しい顔して見ないふりして帰ってきましたよ。ただお金は落ちたんです、両替機の下とかに。いずれにしてもですから、両替機のところにということでちょっと連絡をしてですね、はい、お電話させるようにいたしますので、今お電話番号、今これ着信表に出て、はい、090-3740、はい、1252でよろしいでしょうか。あ、よろしいですけども、はい、本当に恐縮ですけども少ない金額取りに行く手間もありますんで、私行くつもりはないんですよ、連絡いただいても。ね、10円とかだったら行くガソリン代の方がバカバカしいじゃないですか。まあ、ご来店は、まあ、よく来られるんであれば、はい、お預かりをしてお返しということもできると思いますので。そうですね、おかげさまで最近はオンラインが進んでますんで、温厚は月に1回ぐらいしか行かないようになってるはいるんですよ。ただそれお申し上がったことはですね、うん、連絡をしてまいりますので。あ、それはもうされたらいいと思いますけども、はい、はい、私の方は高校財の入金とか、もしそれが確認できれば、うん、高校財の入金等も可能なんですけど、ただ、金額はっきり分からないとおっしゃるとですね。そうですね、すぐ難しいところもあるので。でしょ、うん、だから私も言いにくかったんですよ。まあ、久保様からそういうお申し上がったということは連絡をしてまいりますので、はい、はい、申し訳ございません。いや、とんでもないです。窓口 の待ち時間、それからせめてそういう手続き時間の目安をお伝えをしていないというところなので、はい、そこはちょっと指導してまいりますので、はい、ちょっと難しいのかもしれませんけど、現場では現場の大変さがあるんでね、はい、別にこれ苦情じゃないんで、はい、うん、なんか遠い将来ね叶えてくれればいいなぐらいの声ですね。はい、はい、はい、かしこまりました。で、もう一つあるんですよ、すいません時間使って申し訳ないですよ、はいはい、どうぞ。3番目ですね、一番大事なのはこれなんですよ、はい、それがね、いろんな事情があると思いますけども、法人口座がむちゃくちゃ作りにくいんですけども、これいい加減にしてくださいということですね。この様はだから、事業者、法人様ってこと。はい、私の方はもうずいぶん長い間使わせてもらってるんですけども、はい、新規で会社立ち上げた時に会社の営業をしてるのに銀行口座をなかなか、これは温厚だけじゃないんですけども、どこも作ってくれないんで、これじゃあ決済ができないんですよね。これはなんでこんな意地悪をするんですかってことです。今の法人様とは別の会社ということ、うん、そうです、そうです、そうです。
具体的に今日しましたよってことではないんですけども、はい、数年前に申し出たところ本当作ってくれなくて、顧問の先生とか広島銀行のつてをたどっても全然できなかったんで、しかも私のこの営業の実態が長い間お付き合いがあるのに、もう一つ会社作りたいんですって言っても口座ができないっていうのは、なんか私に何か落ち度があったのかなとかね思っちゃったりとか。いや、そう言ってはございません。今法人様のことにつきましては、すべて今度はもう支店の決済ではなくての本部の方の決済になっておりますので、そういった面もございまして、まあ、実際ご存知のように、はい、口座開設について、追加以前に比べて従前に比べて厳しくなっているというのはあるんですけれども、はい、その中で支店の決済だけではその作りすることができずにですね、本部の決済を得て、うん、お作りをしているので、はい、そしてお時間をいただくようになっております。はい、申し訳ございません。そんなことないです。すぐに困ってるってことではないんですけども、はい、多分これ金融業界的にしょうがないのかなと思いますけども、はい、不正に口座を作る人のはなんかボンボン作れちゃってる現実はあるんですよね。犯罪が立証されてたりとか、統一教会との問題とかあるわけですから、ああいう閉じないといけない口座は維持するのに、なんで真面目な中小企業のそれこそ月に100万200万の商売の人の口座を作ってくれないんだっていう、まあ、ここなんですよ。誠実な人は弾いてね、わけのわかんない人のお金がたくさん動くところのは作っちゃうっていうのは、なんかそのね、私なんか言うのは僭越ですけども、本当に銀行マンとしてのモラルはこれで守られてると思うのかなっていうふうに思うんですよね。本当なんか真面目な、本当やっとの思いで自分の商売が、あ、月100万超えたから法人作った、よし銀行口座作るぞって人はなぜか決済降りないっていうのは、こんな、はい、なんかね、涙が出るような話じゃないですよ。はい、私はもう口座があるんで、私自体は困ってないんですけども、はい、だそういう声が私のところになぜかね、届くことがあるんで、他の経営者の方のそういったお声ということでございますね。そうなんですよ、はい、それこそ万引き一つしたことがないね、40代50代の人がやっとたどり着いたこの難しい中で、法人作りましたって銀行口座が降りないからお客さんの決済ができずにそのまんま営業ができないって、こんな話ありますかっていうね。はい、まあこれは御子だけじゃないんでね、なんか銀行の金融業界全体が本当に難しくなってきたんだなっていう事情を察しながら、あえて声を届けさせてもらいました。制度テスタントの部署にははい、ご意見としてですね、伝えてまいりますので、はい、はい、もし、はい、ちょっと支店の方から高層の方に今の落とされたと今回の件でご連絡があるかもしれませんので、はい、そうですね、それは、はい、恐縮ですけども、はい、慎んで受け止まりたいと思います。ただはい、クレームでは何でもないんで、はい、私のなんか気持ちの、ね、余裕のなさでもありますんで、その辺ちょっとね、はい、ありがとうございます。ので、はい、支店の方怒らないでください。はい、ありがとうございます。はい、ではまた支店の方に、福山春日支店の方に連絡してまいりますので、はい、はい、ありがとうございます。どうも。いただきましてありがとうございました。はい、どうも、お忙しいところ失礼します。どうも。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、というところでね、一通り聞いていただきましたけども、多分同じような思いされてる方結構いるんじゃないかなと思います。で、喧嘩越しに言うこともできるんですよ。なんか炎上系 YouTuber じゃないですけどね。で、それは本意じゃないんですよね。やっぱりこう、向こうも働いてる人ですから、迷惑をかけないように。でも、やっぱこう、消費者としてのね、サービスレベルの低下っていうのは、感じる部分は伝えていって、うん、やっぱどうせならね、いいサービスで使いたいですし、そうなったら、やっぱりこう、流通金額も増えていくと思いますしね。みんなが万々歳なんですよ。やっぱこう肌で感じる銀行のサービスレベルが悪くなると、お客さんもこうね、クサクサするような気持ちっていうんですかね、なんか銀行員に対してもう懲らしめてやるみたいな気持ちになっちゃうわけですよね。そうなったら全然良くないんで、やっぱりね、私たち消費者も別に王様じゃないですから、ただやっぱこう手数料ってものを銀行に払ってますんで、その分ぐらいはちょっとね言わせていただきたいかなっていうのと、あとはね、これ言いそびれたんですけど今度言おうと思いますけど、ゼロ金利政策をいい加減やめてですね、ちゃんと金利を払ってくださいということですよね。以上です。